ポーツ庁のイメージカラーであるオレンジのネクタイを身につけた室伏新長官は幹部らに出迎えられ早速長官室に入りました。いかがですか、座り心地は。そうですね、まあ、本当大変部屋も、ね、広くて皆さんと仕事をすることが楽しみです。室伏長官は2014年から東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会のスポーツディレクターとして国際競技団体などとの調整をしてきました。昨日退任した鈴木大地前長官に続いて2代目のスポーツ庁長官もオリンピックの金メダリストです。